間ケイちゃん聞いてきたけど、まだ現役に多少こだわりがあるんですね。そうですね、まあ、正直こういつでも辞めれるんですけど、うんうん、なんか辞めるっていうとこうなんか復帰できないのかなと思ってしまって、うん、どうせならこう辞めるって自分で言わないで、まあ、できるところまでやってみたいなっていう感じではいます。まあそれもスタイルですよね。そうです ね、はい、うん、あのいろんな話を伺ってきました。大人の事情の話もあったんだけど、まあ言うまでもないんですけど、コロナ禍でね、なかなかスポーツも今思うように活動できない面はあるんだけども、やっぱ一番心配なのはやっぱりこれから未来を支える子どもたちがやっぱりちゃんと野球できてこう育ってもらうっていうのはこれからますます大事な時間になるし、そうでなきゃいけないんだけど、まあいろんな中でみんな工夫してるけど、ケイちゃんにアドバイスというかさ、子どもの時にどんな風にやってったらいいかなっていうのは何かもらえますか？そうですね、うん、まあ、なかなかやっぱり外で、うん、まあ、やることができないんで、うん、やっぱり中でもできる、例えばまあイメージもそうですし、うん、まあ、中でできるトレーニング、うん、あとはもう普段からこうボールいじって、ピッチャーとボールいじって感覚を養って、うん、そういう小さなこう積み重ねが、うん、まあ、やっぱりそういう試合に出てくるのかなと思って、うん、やっぱりそういうところでやっていった方がいいのかなと。伊賀圭はもう本当に素晴らしいフィジカルももらってるというかね、ご両親からいただいてるけど、体作りみたいなことで言うと、はい、子供の頃はなんかどういう要素を一番進めたいですか？そうですね、単純なことなんですけど、うん、バランスよくこう食事して、うん、で、まあ、しっかりと動くっていうかね、うんうん、まあ、ちょっとなかなかできないですけど、うん、でも室内でもね、動ける場所もあるんで、うんうん、そういうのをしっかりとやっていこうと思います。ゲーム好きの子供たちには伊賀圭の存在はめっちゃ頼もしいよな。でもあれですね、体作りもゲーム感覚でいいと思うんですよね。トレーニングするとレベル1上がったぐらいの感じで、はいはい、やっていけば楽しいと思います。子供の頃からゲーム全部 やってたんでしょ。好きではありました。ゲームやりながらの野球少年、はい、あれでもこう気分転換にもなるんだろうけど、でもむしろ頭の中だけは戦ってるのか。そうですね、うん、まあやっぱりこう自分の思い描いたストーリーとか、うん、多分ゲームの中にもあると思うので、それに向けて努力していくっていうのは、まあ、野球もゲームも大事だと思います。なんかあとはありますか、お伝えしたいことは？そうですね、うん、まあ自分こう野球始めて、うん、一度も野球やめたいなって思ったことは長いんです。もう野球こう楽しいなっていうのがやっぱりこう上達するものだと思うんで、やっぱりこういかに野球を楽しくやるかっていうのは大事だと思います。そうですね、まあいいこともあるし悪いこともあるし辛いこともあるし、はい、楽しいこともあるし、何でも経験だね。そうです ね、それもはい、もう辛いことも、うんうん、まあ、経験なんで、うん、そうですね、はい、そう、まあプロ野球選手はね、ある意味では皆さん恵まれてるんだよ。だって思いかなって最後プロまで来て、だけどプロになってもまあもちろんそのまま華やかにさらにこうわっと花開く人もいれば、まあなかなか厳しい戦いで違うまたね展開になる人もいるんだけど、だけどまあそういうもんだよね。そういうもんだよねって俺なんかすごい締めくくり方だな。だけどまあその憧れてることに向かってやって結果がちゃんと出る世界だから、だから面白い。そうですね、ね、もうなんていうんですか、人の評価よりも結果が出るんで、うん、もうなんていうかやりがいがあるっていうかね、うん、練習しがいがあると思います。そうですね、伊賀圭もいい時もあれば悪い時もありました。でもまだやめないでもがいています。もう入ってないか。もうちょっとなんか自然体なスタンスだね、うん、まだこういろいろと若い選手と野球してみて、
まあ、こうしたらもっと上手くなるのになっていうのはよくあるんで、あ、そういうのを少しずつ伝えられたらいいなと思います。若手とかそのもっとまだ立ちはだかってください。なめんなよっていう感じ。まだまだ、はい、見せれるとは思うんで、はい、見せれるようになる、はい、ということで、どっかでまだ井掛しばらくは投げ続けると思いますんで、皆さん見てください。そしてやじってもいいよね。あ、全然もう、はい。ということでお願いします。はい、今回は井掛さんに来ていただきました。皆さんぜひ、OB クラブ公式 YouTube チャンネルベースボールペディア、引き続きご覧いただきたいということと、ぜひとも登録をよろしくお願いします。お願いします。それとですね、今日井掛圭さん着ているこのパーカー、私も着ていますけども、これと帽子、サインをしていただいて皆さんにプレゼントをしたいと思います。詳細は、概要欄でご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。あ、そうなんだ。花栗小学校初代、はい、あと